よし、じゃあ、休みますかね。西谷さんとの決戦は明日だなということで、はい。裏でね、もうね、ほとんどサブストーリーとかやってきた状態でね、装備も結構強いのつけてるから多分大丈夫だと思う。ゴルフセンターで待ち合わせようってのは、鬼人会の若頭が迎えに来てるはずだ。はい。いやーす。そう、なんかさ、なんだっけ、キャッスルでさ、5000万円する装備があってですね、これ、ふくふくゴールドパンツってやつなんだけど、これがね、めっちゃね、強い。なんか全部耐性ついてるってね、出血、気絶、火炎、感電っていう。やばくない?マジで。5000万する装備品をつけてるんで、もうどうにかなるかなと思うんですけれども、やっていこうと思います。さあ、もうね、年明けなんで、もうついに今月末やな。ちょっとそれまで終わるかな。なんか終わりそうな気がしてきた。だからちょっと頑張ります。さあ、8はね、ぜひもう発売分やりたいんで、いや、楽しみだな。1月竜が如くの2月 FF7 リバースやからね、マジ。神ゲー2本が、2月に回ってくるっていう。超嬉しい。ゴルフセンターに来たどん。お前らが鬼人会の出迎えか。若頭が来るって聞いたんだがな。頭純はわしのことや。ただ大手すぐやけど、お別れ言うことになるな。飲めたもんだな。それが西谷のメールか。もうまだ西谷には出てこない。てっきり本人がやる気なんだと思ってた、ね、親父がその気でもわしらが見過ごせんのや。あの人は近江連合の大幹部やで。あんた相手にすんのは危険すぎる。せやろが、桐生一馬。その男なら、もう死んだ。ほな、何度でも殺したるわい。じゃあ、テイクマンちゃん、早速戦闘へ。え、あちゃ、こういうの嫌い。もう高木の世界に踏み入るやつだ。ダメだお前。あれ、あ、獅子像じゃん。お前ちょっとそれはねえわ。あ、車で作るのはねえわ。おお、戦力としては頼もしいけど。お前よくここが分かったな。俺らもずっと大阪中網張ってましたんで、はあ、ここにいる鬼人会みんな湾岸近くのある場所から来ております。ある場所、西谷会長もそこにいるかと。おい待てよ、それが分かってんならここはもう車でずらかり。ええやないですか。準備運動にはうってつけの雑魚どもや。踊れ、誰が雑魚や。これ獅子丼も一緒に戦ってくれる共闘スタイル。いや、鬼人会組やっていきます。あー、獅子丼助かる。さあ、これやばくねえ。ほんともうゴリゴリ HP 削れるんだけど、さすが5000万のブリーフよ。普通も通常パンチしてるだけでさ、もうめちゃめちゃ削れるんだけど、やばっ。あれだよ、道中に現れる雑魚なんて、もうほぼね、ワンパンってほどでもないけど、もうツーパンぐらいで大体死にますね。もうやばい、このね、ガタイのでかい人もゴリゴリ死んでいきます。おら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 。多分さ、5000万の装備さ、まあ、マックスで4つつけられるから、でも5000万かける4で2000万分装備つけたらさ、絶対もうやべえだろ、ほんと。敵らしいよ。でもあれかな、さ、もう強いやついるやん、なんだっけ。竜が如く、前シリーズ出てくるやべえやつ、あいつに勝つためはそれぐらいじゃ多分勝てないのかなってちょっと思ってたりする。よし、オッケー。喋ってる間にやられました。案外エーバディとちゃいます。俺とあんた。それよりいいのか、
こんなおっぴらに鬼人会とやり合ってね、立場上まずいって話だったろ。そうそう、せやから顔隠してるやないですか。でもこの般若のお面でバレそうな気がする。西谷会長さえ潰したらその後はもう誰もうちに文句言えん。短期決戦で行ったらええんですわ、俺とあんたで。鶴野は何て言ってる。西谷の居所掴んだのも俺をここへ起こしたのもみんな頭の指示ですわ。今日こそ西谷とけりつけたろ言うて。またやつの居所が変わる前にな。そうかほな二人で西谷いたこましてやりましょう。いたこますって聞くとチリちゃん思い出すわ。乗ってください。あ、はい。あ、もうやり残したことはないので。ヒートも溜まっているもんね。行きましょう。西谷のところに乗り込むか。いきます。よし、行くか。あ、また道頓堀行きてえな。今回は何、カムロ町よりもね、ソテンボリがメインでしたね。そういえばご存知でしたか、キリュウさん。西谷会長は人言派の出です。あれ、嘘、マジで人言派。人言派、懐かしい。昔、東上界に何度も潰されてきた韓国マフィア、その生き残りの子やメンバーとはチリジリになって、西谷会長も自分の出自を隠し日本人として生きてきた。で、持ち前の力と凶暴さでのし上がってから組にカミングアウトしたんです。まあ、近江の中でそのことどうこう言うもんは誰もおらんし、鬼人会の会長に面と向かって言えるわけもない。日本最大の極道は何人だろうが、いっちゃん強いもんが上に立つんや。なんでそんな話を俺に。あんたも人言派を叩き潰してきた一人やないですか。多分西谷会長はあんたが堂島の竜と知ったんで、えらいハッスルしとるんです。桐生一馬の因縁は一遍死んだぐらいじゃ消えそうもない。他にもボロボロ出てくるんとちゃいます。そん時は何度だって死んでやるさ。何度だって死んでやるさって。6の最後で切れてるね。沖縄の子供たちを守るためちゅうことで、あいつらの話はお前らに関係ねえ。ほっといてもらおう。とんだ失礼を。どうやら仲のいいバディとはいかんようで。誰も死なないよね、外伝。大丈夫だよね。あの倉庫の奥にあるのが鬼人会のアジトです。はいはい。元は近江連合のフロントが管理してた建物で。お前は初めての場所じゃねえのか。作戦があんなら先に言っといてくれお互い小細工は好かんでしょう。西谷会長の部屋はあそこの最上階です。はあ。作戦は正面から教える。邪魔するやつはぶちのめす。会長は半殺しにする。会長は半殺しに、他は流れで頼ませよ。悪くねえ作戦だ。だがいいのか確かに西谷はお前にとって関西極道の鏡だったんだろう。憧れたもんの上を行くんが大人っちゅうもんです。いつまでもガキのまんまじゃあかんやろ。これから読んのが勝ち込みじゃなきゃいいセリフだった。さあ、相変わらず戦闘しながら上に登っていく感じですねやっと来たかよ、キリュウ。こんだけ人から苔にされたのはいつぶりだ。次は最初から殺す気でやってやる。せいぜい楽しませてくれや、鬼人会。せやな、上流。ああ、行くぞ。
さあ、では戦闘しながら上に登っていきましょう。いただきまーす。この先、入るアイテム落ちてねえか、なさそう。ここがどこだか分かっとるんか、俺。あ、三人だけ？あ、なんか奥になんかいそうな気がしたな。間違えた。死ね。やっぱなんかあの他人数相手にするのはあれやな、スパイダーマンモードがええな。うえそこいつだけ2人よし、オッケー。まだいたわ。さあ進む。アイテムなさそう。よく可愛がった後に沈めたるわ。あ、ちょっと、あ、HP あるの。こんなもんで塞ぎおって。おれ。まだまだ暴れとりんの。ガンガン行っとりましょう。あ、上に移動やね。あ、銀の皿。多分多人数で来るよな。あ、ここもプラチナの皿。おお、ありがたい。これは、あ、これは回復。なんか暗くねえか。あ、アイテム、これも回復。なんか物騒やね。あ、いた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 。はい、やっていきます。順調ですね。お、でさらにアイテム、はい、かぶって、ほらアイテムないね。あ、銃持ってるやつおるな。来やがったか。こんにちは。なかなかやる。今度ちょっと人数多いね。ここまでや。はい。よし、終わり。ざけんなやボケ。それ以上は行かさへんで。あ、追撃？え？悪い。ホタルじゃない、え、あ、ホタルか。ぽい。ホタル全然全然戦闘で使わないけどね。わーお。ずいぶんえげつないですね。壊れてしもうたか。あらら。西谷会長の部屋はこの上です。きっちり半殺しにしておりましょう。西谷のところ入ってます。大丈夫だよね、そこまで削れてないし。スタイル変えとくか、オーディオスタイルで。よし。あれ、白火だ。どういうこと。火つけとるんは渡瀬組の仲間です。あ、そうなんだ。頭のご指示で。鶴野、あいつもここに来てんのか。
話は後や。今は火が回りきる前にやることやらな。よく来たな、お二人さん。そっちの犯人、それでごまかせてるつもりかよ、シシド。さすが、英明してますな。どういうつもりだ。俺ら近江の内輪で潰し合って、お前らに何のメリットがある。メリットの話で言うたら、キャッスルはありがたくいただきました。せやな。鶴の昔らもお喜びでしたわ。そんなのが目的じゃねえだろ。金なら渡瀬組も十分稼いでる。今さら鬼人会敵に回してまで欲しがるか。しかも桐生一馬が生きてたこととはつながんねえ。なあ桐生、あんたももういいだろう。顔見せてくれよ。あ、初めて外したね。やっぱりだ、堂島の竜。堂島の竜です。なんだよ、あんたが全盛期の時にぶち殺したかったな。シシド、俺一人で行く。お前は手出すな。ええ、お手並み拝見といきますわ。お前桐生とはどういう関係なんだ、シシド。鶴野も一枚噛んでたよな。まさか渡瀬の頭も承知か。どうでもいいだろう、そんなことは。これ我々脱出できるんでしょうか。火がどんどん回ってますけど。叩き潰す。別に恨みがあるわけじゃねえ。こいつは仕事だ。だがこの間の喧嘩じゃお互い消化不良だったよな。あんたは俺に負けた気がしてねえようだし、やばくない？今度は勝てるとさえ思ってる。要はすっきり蹴りがついてね。そうだな、確かにくだらねえ話はどうでもいい。今俺が聞きてえのはお前らの悲鳴だ。いい声で泣けよ。やっていきましょう。西谷、西谷自体にはね、あんまり恨みというのはないんだけど、さっきの桐生と言ってたんだけど、近江解散円滑に進めるためには西谷が邪魔なんですよね。だから半殺しにするしかないっていう話。 OK。 おちょ、お、燃えてない、大丈夫か。どこ行った。おーちょ、急に QT やめて。危ねえ。やばいやばいやばい、なんかキーンでする耳が。ほらあれ、倒れ棒でね。おお、さすが5000万ブリーフの力、ありがとうございました。桐生さん、こっから外に出れます。おお、分かった。低下せ、西谷を連れ出す。そいつはあんたの正体に気づいとるんやで。人言派としての恨みもある。置いてったらいいんや。うるせえ、うるせえ、早くしろ。クソが。桐生さん、うるせえっていうのはもう何度も聞いてるけど、何度も好き。そっから非常階段で降りれます。ドア開けて、西谷は俺が。何よ、死んだやん。
なんで西谷に生かしとくんです。殺した方が楽に決まっとる。だが鶴野は、ジャカシー、もう済んだことや。それに鶴野の頭も全部承知してます。え、そうなの？なんだと。ラスボス誰になるんだ。私西谷かなって思ってたのと違うんだ。シドなのか鶴野なのか。マジか。鶴野がもう話聞きたいよね。何全部了承してるって。鶴野、ねえ、てめえ、お前最初から西谷を殺す気だったな。なんでだ。そこまでやる必要はなかったはずだ。殺す必要はあったんです。そして生かす価値のない男やった、あの西谷っちゅうんは。何？昔俺の射程で組から逃げた若いのがおりましてな、賊上がりで、まだ二十歳くらいのやんちゃ坊主でした。組を無断で抜けるんは確かに重罪や。簡単に許してたら他に示しがつかんけど、相手はガキや。じっと探すふりだけして俺は見逃すつもりやった。何があった？俺が放免したそのガキを西谷はけじめつけなあかん言うてわざわざ見つけ出した。よその組のことやっちゅうのにどっから聞きつけたんか。多分うちの親父にええ格好したかったんやろ。俺が見逃すつもりなんもみんなお見通しやった。で知らせを聞いて俺が駆けつけた時にはもう生爪剥がしたり鼻を削いだり刺した腹の傷いちいちひで炙って、西谷お気に入りのフルコースが終わりかけのとこやった。もう助かりようもない。そのガキは山に生き埋めにされようとしてた。せやから俺はガキの頭に銃でとどめさしたった。もう苦しまんで済むように。俺もあの会長にはよういたぶられました。なんかその素振りあったよね。闘技場ではそうそう試合に勝てんやつ、体弱ったやつはすぐに下にいたぶってるんやろな、指導のこと。その時会長はにはあったな。さっき頭の言うてたフルコースでもてなしてた。生き残るためやったら何でもやるしかありませんでした。せやから俺はつい今さっきのことやのにもう後悔してます。あんな簡単に殺すんやなかった。もっと長いこと時間かけて地獄に送るべきやった。うん、俺は極道を解散させるっちゅう親父の話を聞いてすぐに賛成しました。けどそのわけはあの人らみたいに小難しい理屈やない。極道が滅びなあかん理由は他にはあるんとちゃいまっか。西谷みたいな外道をのさばらせるくらいならとっとと消えた方がええ。騙し討ちで人に殺しの片棒を担がせた後じゃなきゃもっと説得力があったのかもな。うん、それな、ほんとそれな。俺らも消えた方がええ人間です。自分だけカッコしてみよう思うても所詮同じ穴のムジナや。よっしゃみんなご苦労やった。鬼人会の頭は潰した。俺らの仕事はここまでや。あとは親父の出所を待つ。ええな。え、実は生きてた。え、死体がないんだけど。
え、